ネブラスカ州会議児童ネブラスカ州会議児童はアメリカ合衆国ネブラスカ州の州都林間に立地する同州議会の議事堂。全米50州の州議会で唯一の一員制議会であるネブラスカ州議会の議場、州知事室、州政府行政各局の事務所、州の司法機関である高訴裁判所及び最高裁判所が置かれている。現在立っている庁舎は ニューヨークの建築家、バートラム・グッド・ヒューが1920年に設計し、1922から32年にかけて、インディアナ州産のライムストーンを用いて建てられたもので、1867年に、ネブラスカが州に昇格し、リンカーンに州都が移されてから3代目の庁舎にあたる。ネブラスカ集会議事堂は、全米の集会議事堂で初めて建てられた、超高層ビル型の庁舎で、 22階建て、高さは121.2メートルである。この庁舎は30マイル離れたところからも見え、しばしばタワーオンザ・プレーンズと呼ばれる。ネブラスカ州会議事堂は、1970年に国家歴史登録材に、また1976年に国定歴史建造物にそれぞれ登録された。合衆国の色である赤と青にライトアップされた庁舎。このように、 ネブラスカ州会議事堂の庁舎は時折、時節に合わせて様々な色でライトアップされる。ネブラスカ州会議事堂の庁舎は大きくベース部分と超高層ビル部分に分けられる。ベース部分は3階建てで、上から見ると一辺133.2メートルの正方形をしている。ベース部分には一般市民が最もよく訪れる事務所が入っている。メイン会である二階には、 州知事室、州最高裁判所、州高訴裁判所、及び州議会が入っている。ベース部分の中央部からは屋上に金帯流張りのドームを持つ超高層ビル部分が競り立っている。ドームの頂上には装飾として高さ5.8メートルの種まき人の像が立っている。一般的には、 この庁舎の高さは121.2メートルとされており、全米の集会議事堂庁舎の中では、ルイジアーナ集会議事堂に次いで2番目に高い。この庁舎の超高層ビル部分は、もともとは、州立図書館の拡張を意図して作られたものであった。床から天井まで5.2メートルという各階の高さは、もともとは書籍の収納場所を想定したものであった。 しかし1925年頃、州政府が大きくなるにつれて、州は、この超高層ビル部分にも事務所を置くことにした。今日においても、超高層ビル部分には、様々な事務所が置かれている。この庁舎は15階層を有している。また、超高層ビル部分の3階と4階の間には、3階層の中3階がある。14階の記念室は、 一般市民が立ち入ることのできる木座橋の中では最上階であり地上からの高さ76.0メートルの展望台になっている。リンカーン市の条例により集会議事堂周辺地区では建物の高さが制限されている。この条例のおかげでネブラスカ集会議事堂はリンカーンで最も高い建物となっている。また、ネブラスカ集会議事堂は 1969年にオマハニウッドメンタワーが完成するまで、ネブラスカ州全体でも最も高い建物であった。2002年、オマハニワンファースト、ナショナルセンターが完成した後は、ネブラスカ州会議児童は、州内で3番目に高い建物となっている。初代の庁舎に2代目の庁舎が描かれた、絵葉書歴代庁舎の建築面積の比較1854年、連邦議会が、 カンザス・ネブラスカ法を可決し、ネブラスカ準州が公式に創設された。そのほぼ直後、準州党をどこに置くかをめぐって、プラット側へ北の住民と遺南の住民が対立した。知事代理トーマス・ B ・カミングは、カウンシルブラフスネブラスカフェリー会社の出資者でもあったその指示基盤の便宜のために、当時はまだ小さな村に過ぎなかった、プラット側へ北のオマハを準州ととした。 しかし、順州市場最初の人口調査の結果では、プラット川以北の人口は914人であったのに、対し、以南は1818 18人を数えた。プラット川以南の方が人口が多いため、本来ならばより多くの議員枠が割り当てられ、順州とも置かれるはずであったが、カミングはそれを無視し、プラット川以北に議員7人と大議士14人を以南に、 議員6人と大議士12人をそれぞれ割り当てた。プラット側以北が政治的に強い力を持つことになり、オマハが準州都に定められた。オマハでは歴代2つの庁舎が準州会議児童となった。初代の庁舎は2階建てのレンガ造りでカウンシルブラフスネブラスカフェリー会社から寄贈された建物であった。当時ダグラスストリートとファーナムストリートの間の ナインスストリート沿いに建っていたこの庁舎では1855年と1857年の2回、準州議会が開かれた。2代目の庁舎は現在のオマハセントラル高校の敷地に1857から58年にかけて建てられた。この庁舎では1867年にネブラスカが州に昇格するまでのすべての準州議会及び 1> 第1回の衆議会が開かれた。同年6月、第3回の衆議会で、スワード軍、バトラス・オンダース両軍の南半分、及び、ランカスター軍の北半分の範囲内で、ネブラスカ州の州都を選定する、議事堂委員会を設置する、第44上院法案が可決された。同年7月29日、議事堂委員会は、ランカスター村を州都と定め、リンカーンと改名した。 リンカーン・セント号は、現在の庁舎が建てられる前に、二つの庁舎が集会議事堂となった。1867年10月10日、14th Street、16th Street、H Street、K Street に囲まれた用地に、議事堂を建設すべく、議事堂委員会は、シカゴの建築家、ジョン・モリスと契約した。モリスは、地元産のライムストーンを用いて、 庁舎を設計したが、1868年後期に完成した時には、すでにこの庁舎は劣化し始めていた。1879年、州はボロボロに崩れた、この庁舎の建て替えを決定し、少しずつ新しい庁舎を建設していった。建築家ウィリアム・エイチ・ウィル・コックスは、ルネサンス・リバイバル様式の庁舎を設計し、 州議会はその西ウィングの建設費として7万5000ドルを割り当てた。この西ウィングは1881年に完成した。同年、州議会は東ウィングの建設費として10万ドルを割り当て、翌1882年に東ウィングが完成した。1883年、州は45万ドル以下の費用で古い庁舎の取り壊しと、 新しい庁舎の中央部分の建設を承認した。二代目となるこの庁舎がすべて完成したのは1888年であった。しかし、完成から20年も経たないうちに特に基礎部分においてこの庁舎は構造的な問題を抱え始めるようになった。この庁舎が安全でないと判断した衆議会は三代目となる庁舎の建設費の捻出を何回も試みた。 1919年2月20日、ネブラスカ州議会が、会員第3法案を可決し、新しい庁舎の建設を監督するための議事堂、委員会が設立された。翌21日に委員会が組織され、州政府側からは、州知事及び州議士が入り、市民代表として、リンカーンのウィリアム・ E ・ハーディ、オマハのウォルター・ W ・ヘッド、 グランドアイランドのウィリアム・ H ・トンプソンの3名が委員に任命された。また、この法案によって、庁舎の建設費調達のために特別な資産税を課すことが定められたり、庁舎の建設費が500万ドルを超えないようにすることが宣言されたりもした。しかし、庁舎の建設中に、衆議会は課税期間を延長し、最終的には建設費の上限を1000万ドルまで、 引き上げた。ネブラスカ州憲法は、州の債務を制限しているため、ほとんどの州の事業は、進むにつれて支払う、という前提で資金を調達せざるを得ない。この議事堂もその方式にのっ,とって建設費の調達が行われ、1935年に議事堂委員会が解散した時には、建設費の総額は980万449ドル7セントになっていた。 委員会が発足してまず最初に行ったのは、オマハの建築家、トーマス・ロジャース・キンボー・ルを委員会のアドバイザーとして雇うことであった。アメリカ建築家協会の会長であったキンボールは、議事堂の設計にあたる建築家を決めるために2段階選考のコンペを行った。一時選考では、委員会は、ネブラスカの建築家を招き、リンカーンのエレリーエル・デビス。 オマハのジョン・ラテンサーサンズ、およびジョン・マクドナルドアラン・マクドナルドを選出し、二次選考に進ませた。二次選考は、サンフランシスコのブリスファビル、ニューヨークのバートラム・グッド・ヒュー、ハロルド・バンビューレン・マゴ・ニグル、マッキム・ミード・ホワイト、ジョン・ラッセウル、ポープ、トレイシー・スンスー・トアウト、フィラデルフィアのポール・クレット、及びザン・チンガー・ボリーメダリート、 全米的にその名を知られた建築家を加えて行われた。二代目庁舎周辺に議事堂建設作業用鉄道を引く労働者たち、キーンボールはこの時、議事堂の計画、様式、材質を指示せず、代わりに彫刻家、画家、及び造園家と共同で統合した設計を建築家にさせたいという委員会の意向のみを明示する斬新なコンペを行った。 最終的には、キンボールは、10人の参加者が議事堂委員会に、設計を提出した後に審査員を選び、このコンペを組織した。提出された設計は、番号で識別され、個別の密封された封筒には、建築家の名前と、計画番号が入っていた。議事堂委員会が一人目の審査員は、ディ・バトラー・ウッドを、参加者が二人目の審査員、ジェームズ・ギャンブル・ロジャースを、 そしてウッドとロジャースが3人目の審査員、ウィリスポークを選出した。1920年6月26日、審査員は4番の設計を提出した建築家をネブラスカ州会議事堂の設計者に選んだ。1920年7月1日、議事堂委員会はグッドヒューをこのコンペの勝者と発表した。グッドヒューはネブラスカ州会議事堂を 概むね古典主義建築様式で設計し、化粧張りのオーダーと変わり映えのしない、ローマ式のドームを持った、そんなありふれたものとは一線を画するものを作るよう、促されたと感じたという。グッドヒューは、幾何学的な形式や、階層的な配置といった古典主義建築の基本を踏襲しながらも、伝統的な柱やペディメント、ドームの使用を廃した。 古典主義建築の表現形式を抑えたのに加えて、グッドヒューは、アッシリア建築、ビザンティン建築、および教会建築の要素を取り入れた。グッドヒューは、教会建築に引いてていた。グッドヒューはそれまでに、ニューヨークマンハッタンのセイバーソロミュー教会、同じく、マンハッタンの鳥なしの祈り教会や、陸軍士官学校内のウエストポイント士官候補生、礼拝堂を設計していた。 ネブラスカ州会議事堂の設計においても、グッドヒューは同様の境界建築の表現形式を取り入れ、上から見ると一辺133.2メートルの正方形で囲まれたギリシャ十字状で、四つの浴廊は中央ドーム下のタンだから放射状に伸び、その上には平らな壁面と目立たない窓を持つ超高層ビルが大きな戦闘のようにそびえるというものを計画した。 1922年3月、議事堂委員会は、リンカーンのバーリントン鉄道奏車場から電化した、鉄道支線を引いた。州のこの鉄道は、セブンスストリートからイチホースストリートまでの、エッジストリート沿いを通り、建設資材を容易に運搬するための手段となった。同年4月15日、州知事サミュエル・ロイ・マッケルビーは、儀礼的に寄港し、4期、10年にわたった。 この庁舎の建設が始まった。木に分けて建設を進めることで、旧庁舎の取り壊しよりも先に新庁舎の建設を始めることができた。1924年に第一期工事が完了すると、州政府業務はこの新しい庁舎に移り、その後旧庁舎が取り壊された。建設開始から2年後の1924年4月23日、グッドヒューが死去すると、 弟子たちはこの庁舎の残りの部分を含む着手中のプロジェクトを完成させるため、グッドヒュー・アソシエーツという建築事務所を設立した。1932年に庁舎が完成すると、議事堂委員会は、リンカーンの増援家、アーンツとハーミンハウスを雇い、敷地を設計させた。1922から32年にわたった、ネブラスカ州会議事堂の建設において、 1>, 1から4基それぞれで建設された範囲を示す図、メイヤーによるロタンダの床のモザイクグッドヒューは、ニューヨークの彫刻家、リー・ローリー及び壁画家、ヒルドレス・メイヤーを雇い、ネブラスカ州会議児童の内外装の装飾を担当させた。ローリーは、外装の浮き彫りの壁タイルと布壁、及び内装の中等、扉、暖炉周辺を、メイヤーは、 床の大理石のモザイクタイル及びボールとのセラミックタイルをそれぞれ担当した。1922年1月20日、議事堂委員会は、グッドヒューに、議事堂庁舎に刻まれる碑文を決めるために、ネブラスカ大学林化案校哲学部のハートリーバーアレクサンダー博士に相談するよう求めた。碑文に加えて、外装の彫刻のテーマについても、アレクサンダーは、グッドヒュー及び、ローリーと、 共同するようになった。1924年にグッドヒューが死去すると、アレクサンダーはこれから作られる部分が、すでに確立した計画との一貫性がなくなるのではないかと危惧した。そこでアレクサンダーは1926年7月、すべてを包含する、主題プログラムネブラスカステートキャピトル、シノプシス・オブ・デコレーションズ・アンド・インスクリプションズを、記した。 アレクサンダーによるこの概要はその後作られた内外装の装飾のガイドとしての役目を果たしアレクサンダーは主大コンサルタントという肩書きを得ることになったネブラスカ州会議事堂のドーム下部はサンダーバードをデザインしたモザイクで上部は金タイル張りでそれぞれ装飾されている上部には種巻人像が立つネブラスカ州会議事堂の外観は建築的には 一辺133.2メートルの正方形で3階建てのベースと高さ121.2メートルの超高層ビルの2つの部分からなっている。アレクサンダーはベース及びその内側の十字には人間の経験のドラマを表す地球のエンブレムを超高層ビルには人間の理想を表す地球のグノモをそれぞれ思い描いていた。 金体流張りのドームの頂部に立つ高さ5.8メートルの種巻人像は農業を表すとともに社会形成の主目的である生きる上でのより崇高な考え方を広めることをも表している。ローリーは西洋法の歴史を表す外装の主要な装飾を設計した。ローリーがネブラスカ州海域自動で制作した作品のうち最高傑作とされる種巻人像は その作品群のうち唯一円形で、かつ自立型の作品でもある。それ以外の作品は、長者のライムストーン材への浅浮き彫り、打ち抜き、および不壁という形で制作されている。ローリーがひな型で設計を最終決定すると、石材彫り会社のエドワード・アードリーの社は、アレッサンドロ・ベレッタを雇い、実際の彫刻作業に携わらせた。ベレッタは、 しばしば一つの作品に十周以上をかけて作業し、七十種もの工具を用いた。ベレッタによる彫刻実作業がすべて完了したのは1934年11月19日であった。正面玄関にはグレートプレーンズでの生活の確率を表す彫刻が施されている。正面階段の脇にはバイソンの浮き彫りで装飾された二本のバラスターが立つ。バイソンは ネブラスカに住み着いていた大平原インディアンを表し、下記の主要な部族の名が共に刻まれている。アレオパゴスの裁判官の面前のオレステースの朝浮き彫り一方、正面玄関上部に施された金箔張りのスピリット・オブ・ザ・パイオニアーズという浮き彫りは19世紀に移入してきたヨーロッパ系意味を表している。この浮き彫りは、 アレクサンダーによる、ヒ文サルベーションオブザ・ステートイズ・ワッチ・フェルニス・インザ・シチズンのすぐ上に施されている。また、正面玄関長部には、ウィズダム、ジャスティス、パワー、アンド・マーシー、コンスタント・ガーディアンズ・オブ・ザ・ローというヒ文が刻まれている。ヒ文の脇に立つ、不壁の4体の造形物は、これらの法の守護者を表している。ベース部分の上部には、 ネブラスカ州の93軍の名が刻まれ、軍名の文字数で緩く、グループ化されている。そのすぐ上には、法の成立を表す、以下21枚のレリーフが並ぶ。これらのレリーフ軍はプロムナードから最もよく見え、長舎北西部から始まっている。南横牢布壁のソロモン、ユリウスカイサル、ユスティニアヌス一世、およびシャルル・マーニュの像南横牢上部の布壁の彫刻10体は、 西洋法史上の偉人たちを表している。これらの彫刻は、西から東へ時系列順に並んでおり、最初のミーノースは、北西の中庭から、ハンムラビからシャルルマーニまでの発体は、南階段から、最後のナポレオンは、北東の中庭から、それぞれ最もよく見える。ミーノースハンムラビモースアクエンアテン、ソロンソロモンユリウスカエサルユスティニアヌス一世。 シャルル・マーニュ・ナポレオン超高層ビル部分の規定部周囲の布壁に彫られた彫刻発体は文化の理想を表している。これらの彫刻は4つの中庭から最もよく、また、庁舎周辺の歩道からも遠目に見える。ネブラスカ州会議児童の記念回廊の内装は建築的には玄関内側、大広間、およびロタンダの3部屋からなっている。ネブラスカのテーマを拡張した装飾は、 北側正面玄関の扉から始まる一続きのものとして見られる。また、記念装飾は、州知事室、ワーナー・立法リッー・ギジョー、ジョージ・ w、ノリス立法議場・リッ議ー・ギジ及び14階記念室にも見られる。メイヤーは、大広間及びロタンダの生命の進化を表す白黒の大理石像のモザイクを設計した。また、メイヤーは、アレクサンダーと共に1925年夏に、 シエナ大聖堂を訪れた後、アレクサンダーと共同で、シエナ大聖堂から得たひらめきを描いた。また、メイヤーは、シエナ大聖堂から得たひらめきを、自然、人間、及び社会を表す、この庁舎の玄関内側、大広間、及びロダンダの天井の設計に反映させた。主題について、アレクサンダーに相談したのに加えて、メイヤーは、 装飾的なティンブレルボールトを作るにあたって、ニューヨークのラファエル・グアスタビーノとも密接に共同した。このボールトは、釉薬をかけた多彩式のものと、ラムフォードと呼ばれる音響効果を抑制する素焼きのものとの2種類のセラミックを用いて作られている。正面玄関内側の装飾は、内部装飾の導入部にあたり、自然の恵みを表している。 玄関内側の中心となる主題は太陽であり、ドーム内側のメダリオンにも三々と表されている。また、ドーム内側には、農業、植物、及び、動物のモザイク装飾も施されている。ボールトを支える4本の柱は、庁舎全体で最大のもので、高さ7.6メートル、赤ベローナ大理石の一本石で作られている。ローリーが設計した中東は、 緩やかなコリント式オーダーで古代ペルシアペルセポリスの建築に着想を得た大石像を彫り込んでいる。大広間の装飾は玄関内側に続く部分であり人生を表している。過去の伝統、現在の人生、未来の理想をそれぞれ示す三つのメダリオンはモザイク装飾の施されたボールとの中心になっている。加えて、 アーチ内側の16枚のモザイク装飾のパネルは建築家、球技選手、科学者など人間の活動を描写している。生命の進化は大広間の床に施され、雷、月、天球など宇宙のエネルギーに囲まれたアポローンのような姿をしたジーニアス・オブ・クリエイティブ・エネルギーというモザイクから始まっている。これに続いて土の精霊、植物の精霊、 動物の精霊をそれぞれ描いた三つの円形モザイクが施されている。また、大広間はネブラスカ州市において、顕著な実績を残した人物の胸像が立ち並ぶ、ネブラスカの伝道の起点にもなっている。この庁舎の主題コンサルタントであったアレクサンダーも、1988年に伝道入りした。ロタンダの床に施された、メイヤーによるアンムナイト及び、 海リズナのモザイク装飾ロタンダの装飾は大広間に続く部分であり、州の美徳を表している。それぞれ、自生、知恵、信心、正義、寛大、博愛、希望、及び勇気の八つの美徳を表す。翼のついた造形物はモザイクのドームの内側で儀礼的なバラを形作っている。生命の進化は、 ロタンダの床に施された、蝶及び松傘と共に描かれた、エロースのような姿をした、ジーニアス・オブ・ライフを表した、生命のエネルギーというモザイク装飾へと続いている。ロタンダの中央には、アース・アズ・ザ・ライフ・ギバーという円形モザイクが、それぞれ、水の天才、火の天才、天の天才、及び、地の天才を表す4つの円形モザイクに囲まれて、施されている。 体上のモザイクでなる、組紐飾りは5つの円形モザイクを織り混ぜており、クレートプレーンズの化石化した生命を描いている。メイヤーが、この化石のモザイクの元にしたのは、ネブラスカ大学の地学者、アーウィン・ヒンクリー・バーバーが描いた、科学的なイラストであった。生命の進化は、ロタンダの南側入り口のザ・ファミリーで締めくくる。ワーナー・アリッポ議場は、ロタンダの東にあり、 当初は、ネブラスカ衆議会会員の本会議場として設計された。しかし、1927年、議事堂委員会は、この議場は、会員の本会議場とするには、小さすぎるという結論を出した。そのため、グッドヒューアソシエーツは、もともと衆議院の本会議場として設計した、西側の議場を大きくし、衆会員へと割り当て直した。1932年に、 議事堂が完成すると議事堂委員会は東側のこの議場を衆上院に割り当てた。1933年及び1935年の衆議会ではこの議場は上院の本会議場として使われた。1937年にネブラスカ衆議会が一員制になるとこの東側の議場は委員会室へと転用され、今日では 公共の集会場となっている。1998年2月4日、第95回ネブラスカ州議会は、第322法案を可決し、元州上院議員、チャールズ・ワーナー及びジェローム・ワーナーを称えて、この議場を、ワーナー立法議場と名付けた。この議場の装飾は、ネブラスカの地に最初に住み着いた、大平原インディアンを表している。 マホガニー材の扉はローリーが設計したもので、この主題が導入され、トウモロコシの茎でなる生命の木を挟んで両側に立つ男女が描かれている。おのおのの扉は重さ3 4 0ラムで、リンカーンの職人、キーツ・ロレンズによって実際の彫刻作業が行われた。メイヤーはビーズ細工を模したモザイクのドームを設計し、ボールトには先住民の生活の4場面を描いた。 その着想のために、アレクサンダーは、オグナラ,ララコタ族の芸術家、エーモス・バート・ハートブルによる、レジャーアート等、先住民の芸術作品のイメージをメイヤーと共有した。メイヤーは演説者の壁画の上に飾られたタペストリーの設計に、サンダンスの儀式を描いた一枚の絵画を用いた。ジョージ・ W ・ノリス立法議場・リッポー・ギジョジョージ・ W ・ノリス・リッポー・ギジョは、ロタンダの西にある。 この議場は1932年に完成し、1933年及び1935年の衆議会では、会員の本会議場として使われた。1937年に、ネブラスカ衆議会が一員制になると、こちらの西側の議場の方が大きかったため、そのまま一員制議会の本会議場となった。1984年2月16日、 第88回ネブラスカ州議会は、第257法案を可決し、ネブラスカ州選出の元連邦上院議員、ジョージ・ W ・ノリスを称えて、この議場をジョージ・ W ・ノリス立法議場と名付けた。この議場の装飾は、欧米の拡大を表している。細工が施された革製の扉メイヤーが設計したもので、この主題が導入され、 アッシリア様式及び古代エジプト様式で生命の木の場面が描かれている。また、メイヤーはウォールナット材の量がかけられた天井への金箔張りの模様も設計した。その最も主たるものは今日のネブラスカとなっているこの地の領有を主張したスペイン、フランス及びアメリカ合衆国の欧米3カ国を描いている。ネブラスカ集会議児童の壁画プログラムは 記念廊下及び法律図書館内に描かれた21枚の壁画及び周知事室に描かれた偶和壁画群からなる。1925年9月22日、議事堂委員会はニューヨークの芸術家オーガスタス・ヴィンセント・タックによる周知事室に壁画を描く提案を承認した。この提案はグッド・ヒューが1924年に死去する前に出された。 タックがこれらの偶和壁画群を完成させたのは1927年11月のことであった。1930年2月21日には議事堂委員会は法律図書館の北側壁面に壁画を描かせるためリンカーンの芸術家エリザベスドランを雇った。同年8月、ドランはザ・スピリット・オブ・ザ・プレーリーを描き上げた。この作品は 議事堂内に描かれた壁画の中で唯一、原市で描かれたものである。周知事室や法律図書館の他にも、グッドヒューは記念回路内の壁面20カ所に壁画のための凹みを設計していた。しかし、1933年5月、経済状況が一段と悪化する中で、ネブラスカ州議会は議事堂委員会がまだ使い切っていなかった予算を見直した。 資金が縮小されたため、やがて委員会は解散を余儀なくされ、壁画プログラムは未完に終わった。その後1951年、ネブラスカ州議会は壁画プログラムを完遂させるため、議事堂壁画委員会を創設し、権限を与えた。その後50年にわたって、議事堂壁画委員会は、残りの壁画を担当する芸術家を選定するため、複数回にわたるコンペを行った。 また、委員会は、壁画の主題についてのガイドラインとして、アレクサンダーによる、元々の主題プランの詳細を用いた。リンカーン記念像議事堂敷地の西側にある、リンカーン記念像は、後に、ワシントン DC のリンカーン記念堂の、エーブラハムリンカーン像も手掛けることになる彫刻家、ダニエル・チェスター・フレンチの手による、高さ2.64メートルのエーブラハムリンカーンの、銅像と、 やはり後に、リンカーン記念堂を設計することになる建築家、ヘンリー・ベーコンが設計した、見陰石像の石杖板及び石碑からなっている。1908年2月12日、青年共和党クラブは、ネブラスカ州会議児童の敷地内に、エイブラハムリンカーン像を建てる、費用調達のために、エイブラハムリンカーン記念協会を設立した。同年7月8日、 同協会は彫刻家を任命する委員会を設立するためにフランク・ m ホールを招聘した。翌1909年6月24日、同委員会はフレンチを任命した。その3年後、1912年9月2日に、同委員会はこのリンカーン記念像を除幕した。このリンカーン記念像は現在建っている庁舎よりも前に作られたものである。 議事堂委員会は1920年に庁舎の設計に当たらせる建築家を選定するためのコンペの最終段階においてこの記念像に対して特別に注意を払った。議事堂委員会はコンペに参加した建築家たちに向けて設計案はこの記念像を考慮し強制はしないもののできれば新庁舎の敷地内でその正式な一部分として 全体的に調和の取れたものとして提案すべきという注意書きを記した。新しい庁舎の建設は1922年に始まり、このリンカーン記念像は手つかずのまま残された。ありがとうございます。